現在僕はイギリスのロンドンまでやってきております。はい、はるばるやってきたわけなんですけれども、一つね、ショックなことがありまして、もうこの動画ご覧になっている方の中にはね、お気づきになっている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、僕がそのロンドンで一番見たかったものが有名なビッグベンと呼ばれる時計台なんですね。で、この時計台がやっぱりロンドンのシンボル、一番有名な、ね、ロンドンのシンボルなんじゃないかなと思ってまして、僕が大好きなアニメ名探偵コナンの映画ベイカーストリートの亡霊という映画の中でもね、登場する時計台なんですけれども、いや、やっぱりね、このね、時計台が見たかったので、実はこの後ろ工事中なんですよ。形があんまり見えないということで軽くショックを受けております。あー、せっかくね、ロンドンまで来たのにな、見たかったなという気持ちなんですけれども、ある意味ね、ポジティブに捉えれば、こういうその工事中の、ビッグベンを見られるのも、レアさえレアなので、そういう風にポジティブに捉えれば、こういう旅行もありなのかなという風に思うんですけれども、せっかくロンドンまで来てるので、他にも魅力あふれる場所いっぱいあると思いますし、あまりネガティブにならずに、ロンドン1日目で気を落とさずに回っていけたらなという風に思っております。いやー、でも悔しいな、時計台は本当に見たかった。はい、そんな感じで、ロンドン1日目、時計台は残念でしたけども、今後他に楽しめるスポットがあればいいなというふうに思います。あとですね、ロンドンってすごい曇ってるイメージがあったんですけど、なんか常に曇ってるイメージ、めっちゃ晴れてますよ。すんげー晴れてます。暑いです。はい、そんなロンドンからのレポートでした。皆さんこんにちは、ロンドン2日目の今日はシャーロック・ホームズで有名なベイカーストリートステーションにやってきました。この後ろの絵とかがおそらくシャーロック・ホームズをモチーフにしてるんじゃないかと思います。なんかこの駅だいたい2分間隔とかで電車が来るんですけど、東京の山手線みたいな感じですよね。 2,3 分に1本電車が来るっていうのは。でも全然山手線みたいに混雑していないです。ロンドンの地下鉄からお送りしました。イエイ。ロンドンは夜の9時でもこの明るさです。かといって朝明るくなるのが遅いわけではないので、なんだか一日がずっと明るい気がして得した気分です。山崎あゆみさんのロックンロールサーカスごっこでした。